サイル飛ばして全てが終わる日を心待ちにしたるような気分は何だろう。悪いことなのかそれともこれが普通なのか、一人じゃもうわからないよ、誰か教えてくれ。そしてまた大好きなあの人が遠くへ行ってしまったよ。誰にも気づかれずに夢はあれから、どこへ行ったのか。この場所に確か昔あったはずさ。燃え上がるような愛だってあった。綺麗なドレス、死ぬまで飲んでも飲みきれないほどの酒、虚しいぜ。なんかが足りねえんだよな。まさか愛なんて言うんじゃないだろうな。何言ってんだよ。どこへ行く？ちょっくら散歩だよ。付き合ってもいいか？ついてくんだ。乗るなよ、わがまま女が。このような原因不明の発光現象が東京周辺の3カ所で目撃されています。今のところプラズマ発光の一種ではないかとの見方が有力ですが、もしかしたらおかしなこともあるもんだね、え、咲夜さん。ああ、咲夜さん、朝ごはんにしない？今日までの一人暮らしの成果を披露するや。そばにいて。お願い。一人にしないで。昨日急にやってきたと思ったら、朝までずっとこんな調子。一体どうしちゃったんだろう。罠を仕掛けて守りを強くしなくては。ユギちゃん、ああ忙しい忙しい、本当にもう大変大変。ささみ、指を切らないようにね。驚いたわね。まさかこの宝玉にこんな秘密が隠されていたなんて。てなわけでお次は熊代咲夜、あなたの番よ。私の仮説を証明するために宇宙一の天才科学者ワシューちゃんが発明した第二世代報告君型探査メカ、その名も分析君で、あなたが何者なのか突き止めてみせるわ。分析、
分析。何もこんな散歩しづらい星を選んでアジトにしなくてもいいじゃねえか。まあ誰も来れねえところだからアジトになるんだろうけどな。愛か。ほら、もういっちょう。どんな問題、ササミが見たら喜ぶだろうな。ミホシなんか絶対こうやって遊ぶんだろうぜ。ああ、ポリスマン助けて、食べられてしまいます、自分ないです。いや、ああ、何やってんだ私は。アジトに戻るか。この惑星を見つけたのも、アジトを作ったのも、ホツマのやつだもんな。なんだかんだ言っても、ホツマはいろいろやってくれるからな。サブ、早く会ったバルベ。覚悟はしていたが、これほどひどいとは思わなかったですね。頭の中は金と酒と破壊だけだし、その行動はまさに獣。いや、獣以下だ。あっちは勝手に馴染んでるようだが、私はあんなわがまま女興味ないんです。見るのも嫌だ。とにかく涼子のおもりはもううんざりです。ホツマ、やめた、やめた、アホらしい。誰だ。まさか涼子、聞かれちゃったかな。この手ももう終わりだね。殺しますか。そうだね。俺これから修行に行かなきゃいけないんや。簡単だけど朝ごはん作ったから一緒に食べようね。もうこの子はわからないな。そろそろ潮時だね。津軽、君も頼むよ。はい。